こんにちは、一之瀬です、えー。今日はブルネーのマーティン王子のご結婚式がいよいよクライマックスということで、1月14日のご様子をご報告したいと思います。14日は披露宴と、えー、ブルネー国民に向けてのパレードが行われました。 また同じ日になるんですけれども過去動画でも、ね、お話しておりました通りデンマークではマルグレーテに政治がご退されそしてフレデリック10世国王誕生ということで、まあ、あの海外王室の、ね、ビッグイベントが2つ同時に発生いたしました。 でデンマークについてはね、また別の動画でご報告したいと思っておりますが、ヤフーニュースでもね、手、え、のー、皇,皇后両陛下、デンマーク申告を即位に祝意の電報を送るというね、えー、こういったタイトルの記事が上がっており、もうあっちもこっちもね、気になるといったような状況でございます。 フレデリック10世新国王夫妻がバルコニーでキスをなさって、ね、そして国民にお手振りをされる映像も公開されておりましたけれども本当にねブルネンもデンマークも両国ともね祝福ムードに包まれておりますね。で、まあ、今日はねひとまずマティ・オーのご結婚式からということでご紹介したいと思います。 で今回ねいつも硬派な感じの BBC が、えー、割と面白い記事を出しておりまして「アジアで最も魅力的な独身のプリンスが10日間に及ぶ、えー、祝賀儀式で正式に結婚」というね、えー、こういった記事が出てたんですけれども、えー、この記事の途中で SNS のあるフォロワーさんの嘆きの声というのを引用されてあって「えー、2024年は失恋から始まる」とかねあと「マティン王子に対して、まあ、冗談めかしてですけれども国際的なハートブレーカー と、ね「呼ぶ」などの書き込みを引用して何というかですねあの人気アイドルが結婚した時に多くのファンが、ね、失恋したような気持ちになって。 なんかすごいこうその結婚報道を受けてなんか自分が失恋してしまったかのようなですね書き込みとかが出てくると思うんですけれどもそれと同じような感じでこのようなね現象を紹介しているんですね。いろんな人が失恋しちゃったみたいなねあのそんなことを書き込んでいるというような現象を紹介しているということでございます。 で国際的なハートブレイカーというのはあのマッティン王子のファンが、ねまあ、世界中にいらっしゃるのにその世界中のファンの心を壊してしまった人みたいなね、そんな感じで世界中の、まあ、たくさんの女の子を、えー、振ってしまったというか、ね、こう失恋させてしまった人みたいなね、まあ、そんなニュアンスで書かれているということでございます。 さて、1月14日の披露宴パレードなんですけれどもこの日のねお二人の衣装も本当に素晴らしくてマッティン王子はね白い軍服姿で日本の即位礼にねお越しいただいた時にお召しになられていたのと、まあ、同じものなんじゃないかなと思うんですけれどもただですね胸の勲章がねこうずらっと並んでらっしゃるんですけどその下のバッジがなんか 前はね一つだけだったのに二つにこう増えていらっしゃるので、もしかしたらねあの即位礼の時よりもちょっとあのその軍隊内における階級が上がっていらっしゃるかもしれません。で私ねこの軍服姿はあのベルサイユのバラのねオスカルと一緒なんじゃないかと思って確認したんですけれども。 でも確認したらですね、オスカルはあ、青のジャケットに、えー、白のパンツというね、まあ、そういう軍服姿でございましたので、ちょっと間違っておりましたということです。えー、なおオスカルに関しましては、えー、赤のジャケットと、えー、白のパンツというね、えー、このバージョンもあるようでございます。なんか宝塚さんなんかはね、赤ジャケットバージョンでね、えー、舞台をやっていらっしゃるみたいな感じですけれども、 で、えー、マッティン王子は白のジャケットに黒のパンツなんですけれども、まあ、なんでちょっと違うんですが、まあ、これはこれでねもちろんあの少女漫画であるとかディズニーから出てきた、まあ、王子様というねもうそのまんまの具現化したような世界ではありますよね。 そして新婦のアニシャ・ロズナさんもこれ何着目かのウェディングドレスということなんですけれども今回はダイヤ柄のモチーフの白いロングドレスにダイヤモンドのティアラをお召しなんですけれどもこのティアラにつきましてはマッティン王子の妹さんであるアゼマ王女っていう方がね、まあ、先に結婚なさってあるんですけれどもそのアゼマ王女も以前ね着用されていたものということでございまして王室内でねこう共有されているような ティアラというようなことですね。まあ、めちゃくちゃね豪華っていうか、もう本当に大きなダイヤモンドが、えー、組み込んであって、もうすごい豪華なティアラだと思いますね。あとネックレスもダイヤということで、ちょっとね写真で分かりづらいかもしれないんですけど、こう指にもねすごいごっついダイヤの指輪をはめておいででした。まあ、非常にゴージャスということですね。えー、そしてマティオージュのねパウダーセレモニーの時のあの。 赤とオレンジの、ね、時もそうだったんですけどあと署名式の時のね着ておられた白い衣装の時もそうだったんですがあのダイヤ柄のモチーフというのがあのちょいちょい入っているんですけど、まあ、これ多分ですねブルネーではこのダイヤ柄がなんかねこうめでたいとかなんか幸運とかですねなんかすごいいい意味を持ってるんじゃないかなと思いますね。 はい、えー、そしてね、気になる1月14日の披露宴には、どなたが招待されたのかということですけれども、えー、ブルーネのね、もう国内外から5000人の招待客を招かれたということでございまして、割とですね、今回、あの、えー、世界中とは言っても、えー、東南アジア中心のね、 そういったメンバーだったようでございましてマレーシアのアブドラ国王とアジサ王妃そして同じくマレーシアのアンワル・イブラヒム首相それからインドネシアのジョコビドド大統領シンガポールのリー・シェンロン首相そしてフィリピンのマルコス大統領そしてブータンのワンチュク国王ご夫妻そしてヨルダンからはヌール元王妃が出席なさったそうですね。 でこのヌーロン元王妃というのはあの先代のヨルダン国王の4番目の奥様だそうでございます。なので今のヨルダン国王の義理のお母さんというかですねあのお母さん違いのお母さんみたいなねそんな感じの人ですね。で前々からねちょっとあの出席されるのではということで噂が出ておりましたイギリスのウィリアム皇太子ご夫妻は今のところですねお姿が見えないようでございます。 で今後、ね、披露宴とは別に晩餐会も催されるということですのでもしかしたら、ね、あのその晩餐会の方とか今後、ね、何かのタイミングでお出ましになる可能性はあるかもしれませんが今のところ、ね、ちょっと私が調べた限りちょっりお見かけしておりませんのでもしかあの目撃情報みたいなものがありましたらコメント欄で、えー、にお寄せください。 えー、そしてヨルダンの不正イ皇太子ご夫妻も今のところねちょっとお姿が見えないようなんですけれどもでもあのイン皇太子ご夫妻は1月12日にですねシンガポールを公式訪問されてるんですねでそこであのシェンロン首相との会談とあと昼食会をされていたんですよね。 なので、まあ、私としてはあの、てっきりですね、ブルネイの、まあ、ご結婚式に参加するために、まあ、ついでにと言ってはあれなんですけれども、まあ、こっち方面に来るがてらですね、えブルネイに行くついでにシンガポールにも公式訪問でお立ち寄りになられてからのブルネイで、あのマーティ王の、ね・オージュのご結婚式のお祝いみたいな、そんなご予定なのかなと思ってたんですけれども、今やっぱりね、あのー、 ヨルダンもガザ地区の、ね、住民の方々への人道的支援活動で結構お忙しいかもですので、まあ、もしかしたらですねこのままシンガポールに来られてそのままヨルダンのほに、ね、帰られるというパターンかもしれません。ですので、まあ、このお二人についてもですね晩餐会までちょっとね見えられるかどうか様子を見たいかなという感じですね。 さあ、そしてここからは現地映像をご紹介しながら進めてまいりたいと思います。え最初にね、先日行われましたパウダーセレモニーでのえ胸が熱くなる映像ということでございます。実はこののパウダーーセレモニーにマーティン王子の 本当の、ね、お母様がいらしていたという場面なんですけれども、えー、マッティン王子のお母様は、えー、ボルケア国王の第二夫人だったんですが、まあ、後に離婚されてあってでそれ以来ねあまり公式の場にも出てこられずもちろんちょっとですね王室からも距離を置かれていたということでございましてでそれ以降あの腹違いのねお兄様とかご兄弟はいらっしゃったんですけれども、まあ、同じ お母様からお生まれになったお兄様が一人いらっしゃってですねえ。アジム王子っていう方だったんですが、このお兄様のアジム王子は早くにちょっと亡くなられていて、何年か前にお亡くなりになったんですね。まあ、なので、えー、王室内にあの本当のお母様も、えー、そして。本当 あの本当のですね、えー、ばっちり血のつながったお兄様もいなくなってしまわれた状態というのがしばらく、えー、続いておられたので結構ねお寂しいこともあったのではないかというふうに思っていたんですけれども、えー、このねマティン王子のご結婚式にはちゃんとね本当のお母様が呼ばれてでこのパウダーセリモニーを、ね、してあげることができたというね結構ねかなり感動の場面なんですよね。 でマティン王子のお顔もですねもう本当にこの時ばかりはひときわうれ、ね、しそうなご表情されていらっしゃいます。それからパレードのご様子ですねもうこれはこのままですね映像でご覧ください。 はい、えー、もうね祝福ムード一色で本当にね素敵なパレードでしたけれどもなんかねこう国が小さいせいかもしれませんがなんか警備の人もですね沿道の国民の皆様もなんかちょっと割とすっきりしていてあのすごくこうアットホームなねそんな感じがいたしますよね。 でとあるニュースによりますとこのパレードにはもちろん、ね、たくさんのブルネイ国民の方々が沿道で、ね、あのこのご結婚をお祝いするためにスマホを片手にです、ね、集まっておられたわけなんですけれどもこの沿道に集まった国民のために無料のアイスクリームが振るまれたということでございましてさすがブルネイ国王太っ腹でございますという、ね、こういったエピソードなんですよね。 もう日本はね安西さんが出張ってきたのを見に行こうとしただけでもう犯罪者認定で職務質問したりですとかあと沿道の人に、ね、ペットボトルを投げるなとか言って持ち込み禁止をしたりしてますがやっぱりこう納税者である、ね、日本国民のペットボトルを取り上げるのではなくハーゲンダッツとは、ね、言わないまでもカップアイスぐらいは、ね、ちょっとたまには振る舞ってほしいなというふうに、ねえー、思いましたね。 まあそれにしてもですねやっぱり沿道にパレードを見に来た人にはこう無料でアイスクリームとかですね、まあ、本当なんか演出が、ね、心にくいですしこれぞ国王様っていう感じでね本当にこうましたもうますますね私あのブルネイに住み着きたい気持ちが高まってまいるところでございます。 まあこのようなわけでですねアジアで最も魅力的な独身のプリンスが、まあ、ついにご結婚されまして、えー、このアジアで最も魅力的な独身のプリンスの称号を次に受け継ぐのは誰かというねこの問題が浮上してくるわけでございますけれども果たしてこの栄誉ある称号がうちどこのぼったまに回ってくるかどうかといいますと。 私の個人的な感想では作文の、ね、盗作について調べくれてあげ句先日のねトンボ論文のゲストオーサーシップ疑惑の時点で、まあ、女子からの人気も国民からの人気も魅力ゼロでございますので、まあ、この称号はですね決して日本には回ってこないだろうというふうにね思うわけなんですね。 で、えー、そうなりますとやっぱりですねまだまだちょっと幼くていらっしゃるけれどももうすぐね8歳になられるブータンの、えー、ジグメ・ナムゲル王太子なのかなというね、えー、そんなことになってくると思うんですけれども皆様、えー、ブルネイにはねマッティン王子が最年少の王子ではありません。 実はですね現在多分ね17歳か18歳でいらっしゃると思うんですけれども、えー、ワキール王子っていう方がいらっしゃるんですよね。<laughs> でこの方もなんか SNS 会話ではですねちょっとイケメンに成長されましたよねみたいな感じで話題になってるんですね。 でこの脇色王者はボルキア国王の、ね、第三王妃のお子様なんですけれどもなんか多分ですねボルキア国王がお若い頃ねイケメンだったんじゃないかと思うんですけれども今でもねすごいこうイケ王子な感じでいらっしゃいますけれども多分あのボルキア国王がイケメンだったゆえにブルネ王室にはですね非常にこうイケメン率がね高いのではないかなというふうに思うわけでございます。まあ、なののののででで私の独断すすけれども、えー、マティン王子の次はですねこアアジア アジアで最も魅力的な独身のプリンスの称号はそのままブルネがキープしてでワキール王子に受け継がれその後まあおそらく10年前後してブータンのジグメ・ナムゲル王対してこの称号が移りという流れで、まあ、日本はね完全にいないものとして扱われ、まあ、きっとね日本にアジアで最も魅力的な独身のプリンスの称号が回ってくることはないだろうという風にねあ残念なんですがそのように思っております。 でまあ唯一のね可能性としては皇室転半が、えー、無事ね改正されまして、えー、年の宮愛子さまが、えー、皇太子となられるようなことになってでさらにですね、えー、ご結婚後に、まあ、男子がね生まれるようなことがあればその時にねようやく日本もねアジアで最も魅力的な独身のプリンスの称号が回ってくる可能性があるんじゃないかということでございます。 はい。ということで、本日はマッティン王子のご結婚式、そして、えー、披露宴とパレードについてお話をさせていただきました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら、今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。